い、どうも、ご安全に。性感溶接職人カジチャンネルのカジです。今回はティグ溶接に使う溶接棒についてちょっと深掘りして解説します。第2回ティグ溶接を徹底的に1から10まで解説の1分20秒あたりから少し解説していますが、簡単にしか解説できていなかったので、今回は溶接棒に特化してがっつり解説します。まあね、言っていることが重複しているところもありますが、ブラッシュアップしていますのでご了承ください。はい、視聴者の皆さんには解説で足りていない部分などをコメントで補足などしていただければ幸いです。はい、そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速いってみよう。ティグ溶接には一般的に溶接棒が必要です。溶接棒のことを溶化棒とも言いますが、ここでは私が呼び慣れた溶接棒と呼んで解説します。先ほど一般的に溶接棒が必要と言いましたが、なめ付け溶接や友付け溶接と呼ばれる溶接棒を使わないティグ溶接もあるので覚えておいてもいいと思います。ティグの溶接棒は材質の違いだけで何十種類とありますし、一つの材質にも太さの違う溶接棒が数種類あります。太さは線形と呼ばれ、一般的な線形だと 1.0mm から 1.2、1.6、2.0、2.4、3.2mm と様々な線形の溶接棒が売られています。アルミの溶接棒では 5mm の激太溶接棒もあります。これだけ溶接棒の線形が選べるということは、それだけ太さが重要なのでバリエーションが豊富になっているとも言えます。販売は一般的に1ケースが5キロ入りで売られています。お店によっては1キロ単位で売ってくれるお店もあるので、 DIY など少ししかいらないよって人は探してみてください。この後パス管温度という言葉が出てきますので、パスと層について先に解説しておきます。パスとは溶接の進行方向に沿って行う1回の溶接のことを言います。つまりこの図のように溶接した場合は3パスとなります。パス管温度とはそのパスの溶接を開始する直前の母材温度のことを言うので、多層盛りの2パス目以降の溶接を始める前の母材温度になりますね。では層とは何かというと、先ほどの図で言うとこの部分が1層目、この部分が2層目になります。つまり1層目が1パス、2層目が2パスということになり、全部で2層の3パスということになります。層とパスの違いを理解しておきましょう。一言で鉄と言っても様々な種類の鉄があります。何が違うのかというと、鉄に含まれる炭素の量によって鉄の性質が変わります。軟鋼のことを SS と言ったりしますが、スチールストラクチャーの略で生材とも言います。一般的には SS400 のことを言い、400が強度を表しています。曲げや切断など汎用性が高いことから市場では最も多く使用されています。炭素の含有量が 0.25% 未満と比較的低いのですが、このパーセントが上がると硬くなり割れやすくなります。比較的に柔らかい鉄なので軟鋼ってことですね。他には S45C など SC 材、スチールカーボンと呼ばれるものもあります。この45という数字は炭素の含有量が約 0.45% という意味で、軟鋼に比べて硬い材質になります。硬いということは割れやすいということなので、溶接にも注意が必要となります。ステンレスも鉄に様々な金属元素を添加したものなので鉄だと言えますし、他にもたくさんの種類があります。ちなみに趣味で溶接を楽しんでいる人もいると思いますが、見た目が鉄で磁石にひっつく材料だったとしても何でもかんでも溶接できるとは限りません。例えば分かりやすいところで車のシャフトなどは
とても硬い材質を使っている部品もあります。軽い気持ちで硬い材質を溶接すると簡単に割れてしまいます。そのあたりは軽い気持ちで溶接したら大丈夫と思わずに慎重に考える必要があることを覚えておいてください。ではよく使う代表的な材質の溶接棒をご紹介します。軟膏の溶接によく使われる溶接棒がコベルコさんの TGS50 という溶接棒です。コベルコさん以外にも日鉄溶接工業さんの YT28 などもありますが、製造しているメーカーさんが違うってだけで同等品です。一般的な鉄なら軟膏用のティグ溶接棒で大丈夫だと思います。棒の色がこの写真のような色をしているので見分けやすいと思います。ステンレスにも様々な材質があります。主にマルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系と呼ばれる3種類がありますと言われてもよくわからない人がほとんどだと思いますので、今回は私たちの周りにある一般的なステンレス、フェライト系ステンレスのSAS430とオーステナイト系ステンレスのSAS304とSAS316をピックアップして、それぞれを溶接する溶接棒と軟膏とSAS304やSAS316を異材溶接するための溶接棒を加えた4種類について解説します。また L 材と呼ばれる溶接棒についてや識別色についても解説していきます。 SAS430 はステンレスの中では曲げや切削など加工がしやすく、材料が安いために一般家庭用器具、シンクや厨房機器などに多く使われています。溶接する時の溶接棒は430を使って溶接します。溶接は普通にできるのですが、強度の必要なところを溶接する場合は温度管理をしておかないと衝撃に弱くなり脆くなってしまうので注意が必要です。パス管温度は150度から250度が推奨されています。私は仕事で SAS430 を溶接した経験が数えるほどしかありません。生活の周りにはありふれている材質ですが、一般的な制汗溶接ではほとんど使用しない材質だと思います。皆さんの周りではどうでしょうか。SAS304 は様々な産業で使用される最も一般的といえるステンレスです。制汗溶接の現場でステンレスと言われたら多分304だなと思うくらいです。溶接する時の溶接棒は308を使って溶接します。304なのに308なのって思いましたよね。これは覚えてしまいましょう。パス管温度は150度以下です。冷ましてから次のパスの溶接をする感じですね。SAS316 もよく使うステンレスで、SAS304 以上に耐食性に優れています。ただし SAS316 を使う場面ではよりグレードの高い SAS316L を使うことの方が多いように感じます。 L 材に関しては後ほど紹介しますので、ここでは流してください。 SAS316 にはモリブデンが添加してあることもあり割高になります。溶接する時の溶接棒は316を使って溶接します。パス管温度は150度以下です。こちらも冷ましてから次のパスを溶接するようにしましょう。 SAS304 などのステンレスと見た目は変わらないので間違えないように気をつけてください。ちなみにモリブデンチェッカーという薬品を使うと、チェックした材料にモリブデンが含まれているのかがわかるので、 SAS304 なのかSAS316 なのかどっちなのってなった時には判別することが可能です。軟膏と SAS304 や SAS316 を溶接する場合は309という溶接棒を使います。この309という材質の扱いは私も曖昧なところがあったので、日本ウェルディングロッド様に問い合わせをしてみました。その回答を踏まえて解説します。問い合わせをした内容を簡単に言えば、軟膏と SAS304 や SAS316 など異材を溶接する場合は全て309で溶接してもいいのでしょうか。
MO や MOL など使い分けた方がいいのでしょうか、というものでした。その回答を抜粋したのがこちらになります。309、309L、309MO、309MOL という材質が確認できますが、 L や MO については後で触れますので、今はそんな材質があるんだな程度で流して聞いておいてください。つまりただ接合していればいい場合は309という溶接棒を使えばいいということです。パスカン温度は150度以下です。ここでなぜ309という溶接棒を使うのかを簡単に解説しておきます。309という溶接棒はクロームとニッケルの含有量が高くなっているのですが、軟鋼とステンレスを異材溶接した時にステンレス側のクロムやニッケルが溶けた軟鋼側に流れて薄まってしまい、割れの原因になります。そこでクロムとニッケルの含有量が多い309という溶接棒を使ってクロムやニッケルを補うことで割れの原因を少なくするというわけです。このことから軟鋼とステンレスなどを異材溶接する場合は、なるべく軟鋼側は大きく溶かすことなく溶接できれば割れにくい健全な溶接ができると言えます。次に溶接部に耐食性が要求される場合について解説します。溶接部に耐食性が要求される場合、より耐食性が高い方を選んでくださいということで、軟鋼と SAS304、 軟鋼と SAS304L を溶接する場合は 309L を使い、軟鋼と SAS316、 軟鋼と SAS316L を溶接する場合は 309MOL を使ってくださいということです。 309L は309よりもさらに優れた耐食性がありますし、 309MOL は 309MO よりさらに優れた耐食性があります。この MO とはモリブデンのことで、 SAS316 にも含まれている材質です。耐食性を向上させる役割があります。これらの使い分けについてのウェルからの回答はこのようなものでした。つまりついていればいいようなものは低グレードの309で溶接しても問題なし、耐食性が要求されるところはより高グレードの 309L や 309MOL で溶接した方が望ましいということでした。ウェル様にはとても丁寧に回答していただいて、私的にはすっきりしました。ここで注意しておきたいのは、異材溶接だからといって何でもかんでも309を使えばいいというわけではないということです。 SAS304 と SAS316 を異材溶接する場合は316で溶接しますし、ニッケル系と軟鋼を異材溶接する場合などは309は使いません。異材溶接といっても様々な組み合わせがあるので、少し変わった材料を扱う場合などは事前に調べる必要があります。メーカーさんに問い合わせるなどして適切な溶接棒を選ぶようにしましょう。メーカーさんはとても親切に答えてくれますよ。溶接棒の名前の後ろに L とつくものがあります。これはローカーボンの L です。炭素の量が少ないステンレスのことを言います。308や316、309などのステンレスが高温になるとクロームに炭素が結合して鋭敏化と呼ばれる現象が起き、耐食性や強度を低下させるのですが、 L 材を使い炭素量を抑えることでクロームの結合を抑えることができます。結果として耐食性や強度を向上させることができるというわけです。ここで覚えておかなければならないことは、 L がついている母材を溶接する場合は L のついた溶接棒を使うということです。例えば母材が 304L なら溶接棒は 308L、 識別色は赤、母材が 316L なら溶接棒は 316L、 識別色は緑というようになります。異材溶接については先ほど解説した通りですが、 L のついた母材を軟鋼と溶接する場合に耐食性が要求されるところは、
309L や 309MOL を使わなければなりません。もう一つ重要なことがあります。 308L や 316L などの溶接棒は L のついていない母材にも使用できますが、逆に L のついた母材に308や316など L のついていない溶接棒を使ってはいけません。まとめると、 L のついている溶接棒は母材に L がついていようがなかろうが使用できるのですが、 L のついていない溶接棒は L のついた母材には使用してはいけないというわけです。材質や溶接棒の線形にもよりますが、L のついていないものとついているものは値段があまり変わらないものもあるので、値段に差がない場合は L のついた溶接棒の方が使い勝手がいいので、そちらを購入して使うことをお勧めします。溶接棒には様々な種類があることは分かりましたが、これらは見た目で判断することが難しくなります。軟鋼とステンレスは明らかに溶接棒の色で分かりますが、ステンレスだとどれが308なのか316なのか見た目では分かりません。そこでよく使うステンレスの溶接棒の端部には色が塗ってあり識別することができます。この色が消えてしまうとどれがどのステンレスなのか分からなくなるので、色のついた方の端をペンチなどで折り曲げて使うようにしましょう。こうすることにより間違えて色のついた方から使用してしまうことを防げますし、周りに人がいた時などに間違って目などをついて怪我をさせてしまうことも防げます。現場など周りに人がいる場所でのTIG溶接は特に注意しましょう。はい、どうでしたか。なるべく短い動画にしようと頑張ったのですが、結果こんなに長い動画になってしまいました。それでも解説し足りない感じを持っています。またね、いつかその部分を解説できるタイミングが来たら、その足りなかった部分の動画を作ろうと思います。はい、質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、ご安全に。